皆さんこんにちは、こんばんは、沼須直人です。今回は堕天使エルギオスやっていきたいと思います。でパーティー構成が大神官2枚のゴッド&魔剣士になります。で前回はねゴッド&2枚でやったんですけど、今回はね魔剣士を入れました。で大神官装備、エンジェルロッドに回復防具で、日給ロッドに回復防具で、ゴッド&ゴッド&は銀河の剣ですね。で竜戦士の兜で、あとはアンルシアの上ですね、とあとは竜戦士の鎧下で、魔剣士銀河の剣で竜戦士の兜で上下ですね。で心が、トロルキングハヌマン、欲望の魔人覚醒のバランですね、竜魔人バランで、会心の真珠です。で大神官、若め王子の指導の、ギルギッシュのスーパーテンツクで、ゴッタンド、ゴッタンドがハヌマン、ブレア、トロルキング、欲望の魔人ですね。で会心の真珠ですね。で大神官、セラフィー主様、指導スーパーテンツクで、心堂が、アンコール取りつつ左寄せですね。でゴッドハンドが、全部左寄せですね。で大神官もう一人がアンコール取って左取って、最後だけ右ですね。で魔剣士フォースブラストを取りつつ、あとは全部左です、あ右ですね。ではこんな感じでやっていきたいと思います。それでは堕天使エルギオスやっていきます。で前回と違うのはゴッド&2枚ではなくて魔剣士を1人入れました。やっぱ魔剣士を1人入れることによって火力がねかなり上がるんで、討伐するスピードっていうのも上がりますね。でここで超越の投資ですね。でここで攻撃力が3段階の魔剣士とゴッドハンドも2段階になります。ここで銀河が危なかったね。ここゴッドハンドが防いでくれてなかった、落ちてるとこでしたね。まあ、こういう意味を含めて、まあ、ゴッドハンドいるとゴッドガードしてくれるんで、まあね発動引用性にはしてないんで発動率はちょっと違うんですけど、右を制すればもっとねゴッドガード発動してくれるんで、まあ、それもねいい方法だとは思います。でやっぱね今回めんどくさいのはやっぱりエルギオスが見交わしもちょっとあるっていうのが厄介ですよね。自分も何回か討伐してやっぱミスっていうのは1回の戦闘に1、2回ぐらいあるんですよ。まあもちろんね気合いため毎回毎回入れれば必須にはなるんですが、あとは妖精の演技の、開封のボレロですか、あれを先制でやってその後のキャラが必中化になるっていうのはもちろんあるんですけど、ただねやっぱ毎回毎回気合いためとかだと一旦消費しちゃうんで、それがねめんどくさいですよね。でここで魅了が入っていきます。やっぱエンジェルロッドのこの魅了っていうのはかなり有効ですよね。特にまあ今回は物理だからちょっと私の番だね、まああんま意味なくなっちゃうんですけど、魔法パでやる場合このエンジェルロッドを持つとかなり
いやすいですね。やっぱ魅了の効果が切れにくくなるんで、魔法の場合だとやっぱ物理だとそれで我に返ってしまうんで、魔法パンの時の方が魅了は有効的ですね。でここでまた攻撃を更新していきます。ここら辺やっぱ痛いよね。今回のエルギオスは結構強いね。でここで研磨ゴイツ乗ってフォースブラストをやります。青山16万、いいダメージ。ここに方向入ってれば あのまま一撃でいけたと思います。多分20万は超えてたんじゃないですか。でもうそろそろ終わりですね。やっぱり今回は、これからは守り人をやっぱ育てていきたいです。それでパーティーに入れて大展開1枚してやっていきたいです。でここで討伐完了です。で心は D ランクで、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、YouTube チャンネル登録の方もお願いします。